グラスは主にビールを飲むためにデザインされたガラスの飲料用容器である。ビールのスタイルによりそれぞれに適する様々なスタイルのグラスがある。方向を立てやすくするデザイン。色と外観を美しく見せるデザイン。ビールの泡を作るためのデザインがある。グラスを持つことでビールを温めないように足がついているビアグラスもある。ドイツのバイチェングラスバイチェングラスはバイチェン。 または、バイスビアとして知られる、白ビール用のグラスである。ドイツのグラスであり、500ml を注いで泡を含めて一杯になる、容量を持つ。パイントグラスよりも背が高い。そこは、非常に、狭く、飲み口はわずかに広い。ベルギー等の他の国では 250ml、または 330ml の容量である。グラスの背が高いことで、このスタイル特有の厚く、 フルーティーな泡を保ち、方向をグラス内に閉じ込め、見た目にも美しい。パイントグラスは、1A パイントの容量を持つグラスであり、通常ビールを飲むために使用する。パイントグラスには3つの一般的な形状があり、他のバリエーションもある。パイントグラスは、スタウト、ポーター及び英国エール向けである。標準的なピルスナーグラス足つき、砂時計型ピルスナーグラスは、 軽いタイプのビール用のグラスであり、その名のようにピルスナー向けのグラスである。ピルスナーグラスは通常パイントグラスより小さく、250ml または 330ml の容量である。背が高く、細く、先細である。バイ媒ングラスがピルスナーグラスに間違えられることがあるが、ピルスナーグラスは直線的な先細である。ピルスナーグラスはピルスナーの色、発泡。 透明な美しさを示し、きめ細かな泡を保つ。ビアジョッキは伝統的なドイツビールのタンカード、またはビアマグであり、ピューター製、銀製、木材製、陶磁器、陶器、またはガラス製である。ビアシュタインは通常、親指レバーを押して開く、超都外蓋付きである。蓋はペストの大流行時にビールを感染した虫から保護するために付けられた。フルートグラスは、 ベルギーのランビックやフルーツビールに適したグラスである。細長い形状で発泡を長持ちさせ強い香りを立てる。フルートグラスは活発な発泡、きらめく色、この地域のスタイルのアルコール度数の低さを示す。ゴブレット、生杯型は大きな足つきのボール型グラスである。傾けづらく一気に飲めないようになっており、度数の強いベルギーエール、ボックに適している。 飲み口が広いので泡立ちが強いビールを注いでもこぼれにくい。また花と液面の距離が近くなり、ビールの残りが少なくなっても方向を楽しむことができる。ゴブレットと聖杯型はグラスの薄さが異なる。ゴブレットは薄く、聖杯型は重く厚い。聖杯型にはそこに装飾があり、発泡を促してきめ細かな泡を保つ泡の流れを作るグラスもある。 チャリス、または、ゴブレットとも呼ばれる。スニフターは、ブランデーやコニャック用であるが、ベルギーエール、インディアペールエール、バーレーワイン、ウィートワインといったビールの方向を楽しむために適した、グラスである。スニフターの形状は方向をグラスに閉じ込め、グラスを揺らすことでその香りが発せられる。チューリップ型グラスは、方向を保つと同時に、多くの泡を保ち、見た目と香りを楽しませる。 形状は球根型で、飲み口がチューリップのように広がり泡を保持する。スコットランドエール、バーレーワイン、ベルギーエール等の香りを楽しむビールに適している。グラスの底に小さな傷があり、そこから湧き出る小さな泡を楽しめるようになっているものもある。ケルシュのグラスシュタンゲは、ケルシュ、アルトビールに適した形状のグラスである。伝統的にはシュタンゲより背が低く太い。 類似した形状のグラスであるベヒハーが使われる。共に200から3 0 0トルの容量で円柱形である。ビールブーツビールブーツは1世紀以上の歴史を持つ。召喚が戦闘に勝利すればビールをブーツで飲むことを兵士に約束したとの説が信じられている。兵士が戦闘に圧倒すると召喚はガラス職人にガラス製のブーツを注文し、 川のブーツでビールを飲んで、自らの足を味わわずに済んだ。それから、兵士は、ビールブーツで勝利を味わうようになった。ドイツ、オーストリア、スイスでは、祝祭での飲み比べ大会で、ビールブーツが使われることがある。2006年の映画、ビールフェスタ世界大会一期の未選手権以降、アメリカ合衆国で、ビールブーツが、一般的となった。ビールブーツは、工場でのプレス、 または熟練の職人による吹きガラスでブーツの形に作られる。これでビールを飲む際につま先を上にすると、つま先に入り込んだ空気によってビールが顔に向かって押し出されてしまうため、つま先を上以外に向けて飲む必要がある。ありがとうございます。